はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。先日のね、4月25、26日に N フラワーデザインスクール展が山下公園内の氷川丸の中で行われました。その中でもですね、僕のブーケデモンストレーションのイベントが行われましたので、そちらの方を今日は皆さんにお届けしたいと思います。第1部のブーケショーの方はまた後日ね、編集してお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速行ってみましょう。行くぜ、カモン。だったんで、そこでやめときゃいいんじゃないかなと思ったんですけど、最後になんか、まあ、僕みたいなものは出てきちゃってすみません。これからまあ第2部ということで、皆さんの前でブーケを作ります。で、ゆくゆくそのブーケもね、皆さんにプレゼントしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。またね、N フラワーデザインスクールでは、こういうね、ブーケとか、その他、今ね、館内にずっと展示したお花なんかも、生徒さんが作ってるんですけど、このくらいのレベルまでもうすぐに慣れてるんですけど、ブーケデモンストレーションが始まりました。今司会をしてくださっているのがうちのインストラクターの池田先生で、僕のアシスタントについているのが、本部インストラクターの白石教授ですね。白石本部インストラクターです。で、今作るのはハンドタイプブーケといって、手の中で束ねて、作っていく一番オーソドックスなスタイル。今回もこうピンマイクがないから、話すときはスタンド式のマイクに手を伸ばさなきゃいけないんで、ハンドタイプブーケだから片手が塞がっちゃうんですよ。そうするとなかなか話せないっていうのが難点でしたね。今カラーを持って、カラーとその間に、アンスリウムの葉っぱで、ブロンズリーブスっていう葉っぱがあるんですけど、そのブロンズリーブスを持って、それでこれトルコキキョウですかね。トルコキキョウを間で持って今アジサイを持ちましたね。でこれカラーのステムをこう今手で握ってましたけど、これはカラーの方向を整えてます。そしてここで離球層が入りました。結構ね、これ風がビュービュー吹いてて、見てもらっても分かると思うんですけど、火災が飛ばされそうになったりしてるんで、もうね、とにかくスピードはね、かなり速いスピードで見せるブーケだったんですけど、本当は30分で2作だったんですけど、えらい早く終わっちゃったんですよ。だからもうはっきり言って見せてるというよりはスピードに乗っちゃってるんで、どんどんやっちゃうんですよね。今ね、これタンチュアリアムを持ちました。またタンチュを入れてますね。ほら、風切り音はすごいでしょ。とにかく風がすごいんですよ。で、後ろにいるウェディングドレスを着た、子たちがうちの会員さんで、女子大生の会員さんなんですけど、こちらの子たちが第1部の、具材から言うと、今僕が長く手に持ってるのがカラー、それとここにあるのがアジサイ、バラ、白バラですね。それにこの長く出てる葉っぱが激薄なので、あまりにね、僕が早く作りすぎてるんで、本部インストラクターの白石インストラクターが画材説明に少し入ってくださって、途中になりましたけど、後ろにいる子たちはうちの女子大生サークルの子たちで、第1部はね、こちらの綺麗な、ね、ブーケショーだったんですね。そちらはまた編集して次回お届けしますので楽しみにしていてください。はい、今ね、キキョウランを入れてます。キキョウランは今こう持って丸めてますよね。持って丸めたり流したりとかいろいろと使えます。さすがに素早いですね。なかなか私たちはスピードが伴わないです。素晴らしいスピードもう ほとんど整えに入ってて、そろそろ結束に入るんじゃないかっていうぐらいスピードは乗っちゃってますね。
ああ、もう結束入りますね。はい、これで完成ですね。もう下ステム切ります。これで一口アスケート部分が完成ですね。このようにクライアントのアスケート部分が完成です。じゃあこれちょっとラップを、もう一作目が完成いたしました。この部分はラップにしてコップにしていたします。では二作目に入ります。綺麗な色ですね。で2作目は、第1作目はキャスケードだったんで、2作目は丸いね、ラウンドブッキを制作します。まず最初にこちらね、バラを持ってます。で、またここで狂乱を持ってこう丸めてますね。これは少しこう、グリーンを入れることによって、この花と花の間に空間を入れてます。でたまにこうブーケを持ってくの分かりますか？見てるとまたやりますので、それはね、こうバンディングを締めてるんですね。もっと大げさにやりますよ。あ、やりましたね。こうやってね、これ締めてます。今度はこれは、ミスカンサスをね持って、ミスカンサスも、こうループにしてますね。キキョウランより幅が狭いんで、数本束ねて持ってループにしてます。そうするとこう少しこう細かい線が数本にループに入るんで、ちょっとキキョウランを丸めた時とは違った雰囲気が出ます。はい、ここでトルコキキョウを今度は入れてますね。で、あの濃いピンクを先に最初の方に入ってるのは、これはラナンキュラスですね。途中言い忘れましたけど、はい、ここでリキュウソウがまた入りました。リキュウソウもこう流そうと思ったんですけど、ちょっとループにした方が可愛いかなってその現場で思って、先っぽの葉っぱを取って巻き込んでますね。でこの辺なんかは、現場対応でかなり、ほら今モンスラーが飛ばされそうになって、ナイスキャッチでしょ。もう本当に風が強いからどんどんやるしかないんですよね。で今ねモンステラをこう入れたんだけど、ちょっと格好がね均一化しちゃってるのが気に入らなくて、モンスの頭をこう切り取ってます。この辺なんかも完全に現場判断です。これで完成ですね。
少しね、こう僕のスタイルとしては葉っぱとか枝物とか、まあ、そういうものを多用化してこう形を変えていくっていうスタイルを作り上げてますので、まあ、少しこう刃物なんかでラウンドを周りの刃物だけで少し崩してるような感じにしています。とても素敵な造形が出来上がりました。皆さんどうですか？素敵な造形しっかり立つと思います。ありがとうございます。あれすぐ飛ばされそうになるんで、スタンディングはしとけないんですけど。で、この出来上がった空気は全部じゃんけんでバッタ一人プレゼントしました。それからじゃんけんします。僕のじゃんけん強いんですよ。さあ、今日はグー、じゃんけんぽい。グーの方残ってください。グーの人の方少ないですね。最初はグー、じゃんけんぽい。だからチョキの方、チョキの方、4人が、はい、いきますよ。だからグー、あ、わー、お一人、はい、どうぞ、おめでとうございます。はい、ブーケのプレゼントが決まりました。おめでとうございます。はい、ということで、ご心配してもらっ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 てもじゃんけんぽい。はい、グーの方。これね、かなりね、このブーケの、プレゼントで盛り上がったんです。すごい。いいですか？大丈夫です。最初はグー、じゃんけんぽい。時間余ってたから、もっとね、いっぱいいっぱいブーケ作ってプレゼントしたらよかったかなと思いましたね。次回はそうしたいと思います。あー、結構いいやつ。あ、いっちゃう。はい、行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、負けたー、残念。あれ誰もいないんですか？わー、もう一回。わー、すごい、もう一回チャンスあります。行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。でも最初1回目、僕が強すぎて全員勝っちゃった。1回目でかなり減るんですね。はい、こちら途中でしたけどね、終わりました。かなり盛り上がったブーケショーになりました。というよりプレゼントの時は一番盛り上がります、いつもね。またね、こういう企画をフラワーデザインスクールでは考えていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくと、チャンネル登録をする画面に行くことができますので、そこからよろしくお願いいたします。またそれがどうしてもわからないという方やスマートフォンの方は、この下のところにリンクにですね、チャンネル登録お願いしますというところがありますので、そこをクリックしていただくとチャンネル登録画面に行くことができますので、そちらからよろしくお願いします。チャンネル登録の方が一人でも多く増えていきますと、どんどんこうできることが増えていきますので、またそのできることを皆さんに還元していきたいと思います。ではですね、一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いします。